1904年の広告1981年頃、熱量変換調査済みの確認のために貼られたシール。東京ガス株式会社は、東京都都市部とその隣接区域を営業区域とするガス会社、総延長約6万キロメートルのガス導管を持ち、都市ガス事業者として世界最大、日本国内最大手である、東証、名称一部上場、証券コードは、 9531。他の都市ガス各社と同様、通常は東京ガス株式会社と表記されることがあり、自社の発行物でも東京ガスと表記されている。ただし、広告などでロゴマークと合わせて表記する場合は、東京ガスと記されていることが比較的多い。東京ガスはグループ全体で LNG バリューチェーンに取り組み、天然ガスをはじめとする資源の原料の調達から、 輸送、都市ガスの製造、供給、販売、エネルギーソリューション提供と続く一連の事業活動を行っている。現在のコーポレートスローガンは、エネルギーフロンティア、東京ガス株式会社本社東京ガスのガスタンクとガスロジ社で液化天然ガス輸入体制や都市ガス製造設備を持たない、主に内陸部のガス事業者に対し、東京ガスが世界から調達した LNG や、 そこから製造した都市ガスの卸供給を行っている。同貫接続卸供給先一般ガス事業者。編集東京ガスが製造した都市ガスを同貫を通じて供給してもらい、都市ガス事業を営んでいる事業者。2013年現在、27社。かつて同貫接続卸供給先であった一般ガス事業者。編集以上、日本ガス及びその系列4社は、2017年の 都市ガス自由化を機に、卸し供給元を、東京電力、エナジーパートナーに切り替えた、主な LNG 販売先一般ガス事業者、編集内航線や LNG タンクローリー社により、東京ガスが輸入した LNG の供給を受けている、主な事業者、2013年現在、この他に、都市ガス道館が届いていない地域にある100カ所以上の工場などへ、工業用に LNG を、 ローリー社で供給販売している、ネギ LNG 基地、ネギ LNG 基地神奈川県横浜市磯子区、新磯子町34袖ヶ浦 LNG 基地千葉県、袖ヶ浦市中袖1-1袖ヶ浦は、京葉地区に位置する世界最大級の LNG 受入基地であり、日本で初めての LNG 専用工場である、首都圏に都市ガスを供給するエネルギーセンターの要所である、 大木島 LNG 基地神奈川県横浜市鶴見区大木島4の一前工場のタンクガス酸素容量は361.5万キロリットルにもなる日立 LNG 基地茨城県日立市流町和座た河原の2985号東京ガスは次の3点に注力した技術開発を行っている上記を踏まえ最新の成果として下記が挙げられる 家庭用燃料電池、エネファーム新型機の開発、エネファーム向け燃料処理装置の開発、エコジョーズのデファクト化に向けた開発、床暖房の快適性、ミストサウナ、生理心理的評価に基づいた、生活価値、新商品の創出、太陽熱利用ガス温水システム、ソラモの開発、家庭用調理機器の研究開発、エネルックリモコン、警報器の研究開発、 エネルギーの見える化に関する取り組み、都市生活研究所、業務用厨房の研究開発、高ジェネレーション状態監視技術、ガスエンジン等内流動シミュレーション、産業、工業用向け電子化、ガスメーター、高効率酸素製造装置、HTPSA、東京ガスの作業者、ラッピング広告バステレビラジオテレビラジオ番組、ガスミュージアム連結司会者関連、協力会社、 ありがとうございます。